昨日私はですね、一昨日の番組でもお伝えしたんですけれども、ゆいこちゃんとお出かけ無事に行くことができましたで少し午後、ね、遅めの時間帯から集合したんですけど、クリスマスマーケットに行ってきたんですよ。はい、楽しかったです、うん、そうなんですよ、 X とあとインスタグラムの方で昨日のお写真アップさせていただいたんですけれども、コメントの方でちょっとジェラシーを感じてらっしゃる方が何名かいらっしゃいまして、ごめんなさいねごめんなさい、謝ることしかできないんですけれども、ラブラブしていましたうん、こう時間が経つのが本当にあっという間で、うん、もうすぐにもう真っ暗になっていたんですけど楽しかったです。こう、あ、そうですそうです、こちらは六本木ヒルズのクリスマスマーケットに初めて行きまして、私はクリスマスの、クリスマスマーケット自体がこうしっかり堪能するのは初めてでこんな感じなんだ東京のクリスマスはっていう、ね、すごく感動していました。ゆうこちゃんは前来たことあるんですかね、それはちょっと聞きそびれてしまったんですけれども、こうそうなんです、クリスマスらしい、これはホットチョコレートなんですけれども、こう少しね、このマグカップをしっかり購入するとその中に入れてもらえるんですけれども、うん、あ奥の子ですか、奥の一般人じゃないですよ、映り込んでますけどとスタッフさんおっしゃってるんですけれども、デート相手でございますゆいこちゃんがね映ってるんですけど、こう意識したわけじゃないんですけど、私がこう飲ませてあげてるみたいな角度になってませんかちょうど、うん、ね、コリサちゃんが映っています。で食べ物はソーセージとあとポテト、あとはゆいこちゃんはこう、あ、なんていう名前でしたかね、あったかいワインを飲んでました。私は、あ、そうですそうです、グリューワイングリューワインっていうのあまり知らなかったので、うん、初めて聞いていたんですけれども、うん、あ、シュトーレンは買えませんでした。結構人もたくさんいたのでね、限られちゃったんですけれども、美味しくいただきながらゆいこちゃんとね、熱々の夜を過ごせました楽しかったです。ただこうね、熱々だったんですけれども、気温は少し、ね、下がって、夜にかけて下がっていきましたので、うん、こう今後行かれる方はしっかりと暖かい服装で行っていただきたいなと思います、うん、皆さんもぜひ、ね、こちらで素敵なお時間を過ごしていただきたいなと思いますね。